はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社を持っているシビン、代表社員の椎野義晴です。本日はですね、弊社のお試し行い体験の方にですねご応募してくださった、石渡さんのですねインタビューを、皆様に提供いたします。何回か続けて、やっておりますが今回も一つよろしくお願いいたします。はい、ということで石渡さんお願いいたします。お願いいたします。はい、このですね、軽貨物のイメージって今までどんなイメージありましたかね。そうですね、はい、仕事する前はとにかく大変で、きつい仕事なのかなというイメージがやっぱありましたね。ああ、そうですか、はい、どんなのを見てて、そうやっぱりさすがに高収入という、まあ、とにかく収入が多いという歌い文句の反面、やっぱりその内容は、とにかく、寝る暇を惜しんでじゃないんですが、そんなきついというか、大変そうなイメージがありましたね。あ、なるほどですね。わかりました。じゃあその今回ですね、このお試しをこの体験ということで体験していただいたんですけども、そのイメージは何か変わりましたか。そうですね、やっぱりやる前でも間違って、やっぱり実際体験させていただいて、そんなに余裕を持っていた以上にはきつくなさそうで、割と余裕を持ってといいますか、自分のリズムというか、そういう形で、ガルニダないんですけど、ちょっと気持ち的に余裕を持ってお仕事できるのかなっていうイメージが持ちました、ね。あ、なるほどですね。まあ、仕事によっては本当時間カツカツで、もうずっと動いてなきゃいけない仕事も当然ありますし、まあ、時間に余裕があって待機が多い時間もありますし、まあ、仕事の内容によって変わってくることはまあ正直変わってくるんですけども、ただ皆さん、実際にやられた方というのは、まあ横に乗ってくださった方もそうなんですけども、まあ、イメージよりははるかになんか楽だね、楽だねってことはいいかどうかわかんないですけども、そんなようなイメージを持つ方が多かったですね。なるほどですね。じゃあ、石渡さんなんかも、まあ、似たようなイメージということで、よろしいですかね。はい、その通りです、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、石渡さんのインタビューはまだまだ続くんですが、ここで一旦、次回ということになります。はい、お仕事のご用命、ドライバーさんのご応募、またはですね、この、お試し行い体験のご応募、お気軽に090-1996-4638 090-1996-4638 おもてなし民シーナの携帯までよろしくお願いいたします。石渡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。